第11話怨恨が生むし偽美獣。一方その頃、やめろ。この葉の助けを借りるくらいなら死んだ方がマシだ。頼む、信じてくれ。夢隠れの里を襲った九尾は俺じゃねえ。この後に及んでもまだ弱いことを並べるか。何を証拠にそのようなことを。誰だ。お前はもう用済みだ、エンゾ。その声は元帥。お前生きておったのか。礼を言うぞ、エンゾ。三つ頭の封印を解くのを待っていた。お前のおかげで全ては計画通りだ。どういうことだ、説明しろ。三つ頭の封印を解くことができるのは天炉一族のみ。わしの野望を叶えるためにはどうしても三つ頭の力が必要なのだ。これはお前が仕組んだものなのか。今頃気づいたか。ぬるい、ぬるすぎるぞ、エンゾ。お前がそんなだから里は舐められるのだ。それにしても、うまく騙せたものだな。元帥様、ご命令を。なんてこと。お前、人の命を何だと思っているんだ。利用して何が悪い。それで里の繁栄を築けるのなら代価としては安いものだ。あの日里を襲った九尾もお前の仕業なのか。忍界大戦が終結し、平和ボケしたこの葉に突如現れた九尾の妖子。里を反壊し多くの里の命を奪ったこの事件を人は惨劇などと呼んでいるが、そのおかげでこの葉が得たものも大きかった。何言ってんだよ。再び惨劇を起こさぬようにとの大義を得て、里の忍びを一つにまとめる先導となっただけでなく、強大なる武器も手に入れた。それがお前だよ、渦巻きナルト。体内に封印された九尾、その壮絶なチャクラを有するお前こそが木ノ葉にとって最強の武器なのだ。てめえ、俺を武器扱いするんじゃねえ。何を怒っている。お前にも身に覚えがあるだろう。里を壊滅させた九尾の化け狐として里の者に毛嫌いされた。なぜ自分だけがこんな目に遭わなければならないのか。貴様も里の者を憎み恨んだはずだ。思い出せ、貴様に向けられた軽蔑の目を。里の者たちの仕打ちに耐え続けてきた孤独な日々を。確かに孤独だった。でも諦めなかった。誰からも認めてもらおうと努力したんだ。それで一人二人と仲間を増やしてきたんだ。不憫だな、小僧。己が利用されてきたことにも気づかないとは。ならばその仲間とやらの手で貴様を葬ってやろう。このアール。ナルトの兄ちゃん、俺に構わず逃げるんだ。これふざけんな。仲間を見捨てて逃げ出すような奴が火影になんかなれっかよ。仲良しごっこは終わりだ。やめろ。
そこ？ちょっと影分身の術。スタウスタ、連携攻撃のチャンスよ。影分身の術。影分身の術。わかったわ。行く。わかった。行きます。螺旋弾。行く。影分身の術。わかった。はい。影分身の術。行きます。わかったわ。わかった。行きます。行く。わかったわ。影分身の術。わかった。わかったわ。行きます。わかったわ。わかった。行きます。スタンした。連携。ヤマト大将。行くぜ。連携成功だぜ。発見の弾は数字ない。やーそこそこ。わかった。行きます。そこ。わかった。行きます。スタンサ、連携攻撃のチャンスだ。ヤマト大将、行くぜ。連携成功だぜ。発砲弾なら戦じゃ。行きます。影分身の術。わかった。わかったわ。行く。そこ。わかったわ。行きます。